ボールの後ろにセットしているのは秋野、そしてマルコス・ギレルメ。これが決まれば同点。首位の長崎、マルコス・ギレルメ、鮮やかな軌道、これが首位長崎、土壇場で同点ゴール。相手の隙を突くフリーキック。そうですね、スアレスもちょっと準備している状況の中で、で後ろにおそらく秋野がこう助走を取りかけるような感じがありましたから、その瞬間に、まあ、ギレルメがシュートを放ったんですよね。まあ、スアレスの反応も